さぬきうどんの美味しさ、面白さ、そしてうどんを愛する人たちの心を伝えたいということでスタートしたさぬきうどん巡り88カ所突撃インタビューでおすすめされたところを6軒巡り、さらにうどんタクシーじゅんちゃんとはびっくりするうどん屋さんの旅をして順調に9軒。しかし今回思わぬアクシデントもあり、さて88カ所無事に制覇できるのか、頑張るぞ。コハチャレ始まりました。コハチャレコルです。今回はですね、この前インタビューして言ってくれた山下うどんに来ています。桜の花びらが、菜の花って綺麗だね。青空だね。今日はお腹空いた。今日ね、朝ごはん食べてないから朝うどんなんだよ。ここはね、レトロなお店っていうことで有名みたい。レトロよ、レトロ。入って、レトロを感じてください。わかる、ね、レトロ。どういうこと。見て、うどんタクシーの、あ、ほんとだ。じゅんちゃん来たってことかな。しかも見て、さぬきの夢取り扱いって書いてある。さぬきの夢は香川県産の小麦です。看板も見て、ほら、あ、すごい綺麗、木の看板がおしゃれ、レトロ。こういうのがレトロっていう。じゃあ入ります。ちょっと待って。あ、びっくりした。本物のおばあちゃんかと。びっくりした。頼むお腹すいた。どうやって頼んだらいいかな。あ、これメニューを頼む。メニューはかけうどん。あ、そばもあるんや。よく入ってて、かけのあったかいそばください。待って、茹でてるよ。木で火燃やして。ほんとだ、こういうのレトロっていうね。レトロの意味が分かった。昔ながらを大事にしているというか。はい、美味しそう。ありがとうございます。お皿良かったら向こうの方に今日は何でお出しを。こんなかき揚げあんまり見たことない。これがね、有名らしい。これ食べてみよう。なんか平たいね。うん、私はネギ好きだから多めに入れます。あ、すごいたっぷり。あとやって、お会計。うん、本当にお腹空いてるから本当に嬉しいと思うね。いただきます。かき揚げだけでいってみる。はい、何もかけてない。いい音。うん、すごい美味しい。サクッとしてて、しかもエビは周りはカリカリしてるんだけど、中はちょっとプリッとしてるの。プリッとしてる。プリッとして。あ、そうなんだ。じゃあここに乗せてみる。またこれが大きいんだよ。美味しすぎて言葉が出ない。めっちゃ美味しいの。しかも今日は青空だもんね。最高だ。ちょっとね、おだしにつけてね、かき揚げを食べて。なしにしめてて美味しいかも。かき揚げも朝ごはんなしで、うん、
頑張って我慢してめっちゃお腹空かせてこんな美味しいものが待ってるとは思わんかったわ。だから言って朝寝坊したけどね。ということで、うどん巡り88カ所10軒目はここ山下うどんに決まり。かけうどん完食。お兄さんごめんなさい。せっかく教えてもらった次のお店撮影ができず、でも美味しくいただいてきました。そのお店でインタビューはできたので、そちらを11軒目にしたいと思います。おすすめのうどん屋さんを一軒教えてください。今ね、もう朝すっごい早いからまだお店開いてません。それで、ね、観光札もらいました。大行列です。なんか後ろ見えないけど、噂によるともうすでに100人近く並んでるかも。もうね、注文はしてあるよね。そう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 、注文もしといてまだ食べてはないみたいな。そうそう、この後おうどんを受け取って、うん、それでここもね、食べます。お外で食べれるらしいよ。そう、あ、楽しみ。お腹空いた。はい、じゃあ帰ります。やんばる。値段はね、後から払ってお支払いするのは。いただきます。美味しそう。ここはね、なんか麺のね、コシがすごいらしい。いつもより麺が太い。太いね。食べてみます。あるけどね、いつもコシあるけど、またこれもこれで違う、いつも違うコシがある。美味しい。じゃあ朝うどんで釜玉はやっぱ最高。いつもはね、朝うどんといえばかけが多かったけど、かけがね、一番多かったけど、わ、美味しそう。いくらでも食べれるやつ。太いね、どう、うん、ね、うん、本当だ。エッジが効いてます。卵も効いてるけど、醤油もちょびっとかけたから醤油の味も効いてるよ、うん、いつもとなんか違うでしょ。いつも美味しいけど、さらになんか噛めば噛むほどまた味がすごい、噛めば噛むほど味が濃くなるというか、うん、美味しい。ということで、さぬきうどん巡り88カ所11軒目はここ須崎食料品店に決まり。はい、それではインタビューします。おはようございます。おはようございます。ここ以外におすすめのおうどん屋さんを1軒教えてください。僕がおすすめするのは、はい、上杉食品。上杉食品さん、はい、朝早くからやって8時半ぐらいに閉まっちゃうんですよ。でも本当に朝早く行かずに、朝早く起きれますか？はい、起きれちゃう。じゃあぜひ行ってみてください。はい、お出汁がね、とっても美味しくて、麺はですね、ちょっとコシのあるタイプ、
温かいかけだしを食べながら朝早くなると心も体も温かくなっちゃう。ありがとうございます。ぜひ行ってみてください。はい、調べて行ってみます。行ってきて。はい、また教えてください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。